寺谷一樹の医療どうなる、大阪府保健医協会の提供でお送りします。時刻の方7時33分、今回りました。今日も大阪府保健医協会副理事長で大阪市内で開業されています宇都宮武博さんにお話を伺います。宇都宮先生、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。各社で大きく報道されてました大阪府保健医協会さんのアンケート調査の話、はい、新型コロナウイルスの患者さんを見るか見ないかっていう、その受け入れの医療機関になってるかなってないか、それがどうですかっていう調査をなさったんですよね先生。そうなんですね、はい、うん、診療検査医療機関というんですけれども、はい、これに手を挙げる医療機関、そうでない医療機関、アンケートですね、うん、私たち大阪府保健協会は会員医療機関、およそ4000件にアンケートを行いました、はいはい、で11月25日現在で527件の回答を得ております。意外とあれですよね、その自分たちのところはその、そういうその診療検査医療機関になっていると答えたところよりもなっていない、手を挙げていないと答えられたところが多いっていうのが今そのアンケート結果ですよね今のところね、はいはい、大阪府全体で、指定数の 12% に当たる131件が、今回の調査で回答をお寄せいただいているんです。大阪市に関しましては、そのうち46件、うん、で大阪市以外が85件という内訳になっているんです。でこれの一つ大きな、ね、多分リスナーの皆さん疑問があると思うんですけれども、そもそもこれに手を挙げていない医療機関っていうのがなぜたくさんあるのかっていう、ここを今日はねちょっとメインでお話伺えればなと思うんですけども、はい、先生いかがですか。はい、アンケートに、よりますとですね、はい、この指定を受けるにあたっての その不安な点はありますかという項目でですね、あるというふうに回答された医療機関が131件のうちの128件もあったんですね。大半ですよね、はい、やはり大きな不安があるという中で、それでも地域医療に貢献しようという姿勢の表れと、両方が垣間見えるわけなんですけれどもね。なるほどね、地域医療を支えるためにその休業した際ですね、医療機関自身が、はいはい、その場合の補償ですとか、感染陽性の方が出た時のその受け入れ先の確保など、この番組でも何度か申し上げましたけど、そういった不安要素への対策が求められるのではないかなと思うんですね、はい、なるほどね、医療機関としてはなるべくね、その多くのところがこうやって不安ながらも自分たちのところもっていう強力な姿勢、協力する姿勢を見せてはいるけれども、はい、多分まだまだ体制に不備があるんじゃないのかっていう、先生そういうことですよね。はい、おっしゃる通りですね、うん、待機をしてもらうにしても、例えば、ベッドのない無償診療所などの場合は、その受け入れ先が見つかるまでどこで待機してもらうのかですとか、それからスタッフを配置する必要も出てきますし、そういったことで医療機関だけに対応を求めるにはなかなか限界があるということで、やっぱり行政の支援が必要かなと思います。あとね、一般の患者さんとそうでない、その今回ねこの感染疑いのある患者さんと、例えばですけども動線を分けたり待機してもらう場所も分けたりせないかんかなと僕らでも思うわけですけども、はい、そういうことが多分物理的にできない方々も多いでしょうね。おっしゃる通りですね、うん、他の病気で来られている患者さんと、コロナウイルス感染の患者さんとが接触してはいけませんので、はい、そのための動線の確保が、建物の構造上できないクリニックもあるわけですね、それからですので、待機場所の確保と合わせて、あと換気とか環境整備もできない、そういったことで、手上げはしていないという理由になっているかと思います。なるほど、不安もある、物理的にまずそういう対策も取りにくいだけど、行政としてはこういうのを要請してくるっていう、その辺に大きな、なんというかな、こう先生矛盾がありそうですね。そうですね、はい、いかがでしょうか先生として。じゃあどういった解決策をこれから模索していくべきなんでしょうか。そうですね、やはり国を挙げてのその体制の確保、それから補助金とかも含めましてですね、こういったところがやはり大事になってくるのかなと思うんですね。なるほどね、はい、アンケートの中でもその手上げをした131件中の中でも、その厚労省などの体制確保事業の補助金についての不満やその不安の声が多く寄せられております、はい、
だからそういったところをもう少しきっちりやってほしいというところが現場のお医者さんたちの本音というふうに考えてもいいんですかね。そうですね、はい。まあでもこれから先生をまたこれ本当に拡大をしていきますし、なんとか現場で混乱が起きないようにしなければなりませんですよね。そうですね、なんとかやっていきたいなと思っております。わかりました、はい。まあ、いろいろこの問題については、こうやってコーナーありますので毎週また最新の事情を教えていただきたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。こちらこそお願いいたします。どうも先生お忙しい時間帯にありがとうございました。どうも失礼いたしました。失礼いたします。そう今ねこうやって新型コロナ見ないっていうのをね医療機関でこう受け入れってその国は要請するわけだけども、はい、受け入れたくても受け入れられないようなそういうお医者さんもたくさんあるわけですよね、はい。だ決してそのなんていうのかなこう病気が怖いから逃げてるわけではなくって、うん、受け入れたくてもそれをねやるだけのなんていうかなこう設備が整ってない設備もなければ、うん、なんていうかなそのじゃあ出た時に患者さんを受けスムーズに受け入れてくれる先への連携もできてないっていうね。だってほら医療病床逼迫とかって吉村知事言うてるわけだから、はい、逼迫してるのにその検査でうちにその陽性患者が出たでもその人じゃあチューブラリンみたいな話になった時にすごいこれ無責任なことになってしまうよね。あとねスタッフさんもね、うん、不足しているっていう看護師さんもね、そうそうそういろんな問題があるのでね、はい、でもこれ現場のドクターの意見がこうやって直接聞けるっていうのは貴重な機会やと思うから、ありがたいです。この番組ではどんどんこの辺も掘り下げていきたいと思っております。ファックスメールおはがき大募集、アッキン宛先お願いします。まずファックス番号078-361-0005 078-361-5番です。メールアドレスは maido@jocr.jp すべて小文字です。 maido@jocr.jp。 そしておはがきは郵便番号650-8580ラジオ関西寺谷一樹の毎度毎度宛てまでお願いします。医療どうなるのコーナーにご意見お寄せいただいた方から抽選で毎月5人の方にクオカードを差し上げております。その他番組へのメッセージ大歓迎、皆さんよろしくお願いいたします。